おっ、来ないで。オッケー。はっ、はっ、怖え、ガチ怖え。オフねー。よっしゃ、あいつ魚振ってこう。おい魚振ってこう。おい魚振ってこう。ヘロめ、ほら、あっつ。誰だよお前、誰だお前。ハロー、ダイヤ剣か、マジかこいつ。早く倒したい、早く倒したい。待って死ぬんじゃねこれ。はいどうも皆さんこんにちは、つなげぶでございます。今回もハンガーゲームズやっていこうということで、ハンガーゲームズやっていきたいと思います。今回のマップはジャンホリデーリゾートということでね、はい、やっていきたいと思います。はい、まあね、自分ムーンベースっていうのが、まあ、選択肢であったんですけど、さっき、はい、まあ、ムーンベースはねちょっと 暗いので自分あんま撮りたくないんですね。よいしょ、スタート。よいしょっと、よっこらしょ、オッケー。はい、ほんと最近動画投稿全くしてなくてごめんなさい。ごめんなさい、ほんとに。ちょっとね、最近、まあこのね、スキン、見てもらえばわかると思うんですけど、まあこのパーカー、ちょっとね、見た感じぶっさいかもしれないですけど、嘘です、嘘です、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。はぁ、怖かった。待って、お前、何しようとしてるの？え？怖い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 、あの人たち怖いよ。待って、フワウィーさんがいる、フワウィーさんがいるよ。まあね、このスキン見た目キモいんですけど、本当はねめっちゃ可愛いウサギちゃんなんですけど、まあパーカーにしたらちょっとこんなひどいことになっちゃったみたいなね、そんな感じですね。オッケー、やばいぞあいつ、やばいぞあいつ、やばいぞ。フリーキング、ちょっと怖いですねあの人。ほいしょ、ちょっとここね剣がなかったら終わる。ねえし、ねえし、ねえし。え、つえし、つえし、ねえし。あと、火打ち、あ、やばい。待って待って。こいつ怖い、ほんと。ほっ。お疲れ様。オッケー、じゃあ、倒しに行きましょう、あの二人チーム様を。よ、二人チーム。よ、二人チーム。待ってよ。お前死ね。よっしゃ、ありがとう。お、恨み買っちゃったみたい。さよなら。グッジョブ。ふぅ、オッケー。ちょっと全然話してないんだけど、やば。本当はね、さっきまでめっちゃ話せてたんだけど、ちょっと、ね。敵とかいうクソ野郎のせいで。まあね。死にまくったせいでね、話してる内容がねもうパーになってるんですけど、はい、ちょっとほんと話す内容がね忘れちゃった。テイクこれ5回読んだんですけど、やっぱねハンガーゲームほんとこれが辛いですね。おっしゃ、めっちゃ話した、デスマッチまで来たぜーと思ったそこのあなたってなって、よっしゃデスマッチまで来たぜーってなってもね、デスマッチ敵が強かったりとかね、今回デスマッチまでまだ1回も行ってないんですけど、はい、まあねそんな感じなんでね、ちょっとハンガーゲーム実況それが一番辛いってことですね。やっぱね、おお強え、こいつ俺の目の前で堂々とチェスト開くなった。さあ、あの子は何を取ってったのか、何も取ってないじゃん。あ、チェストを開いてあのね、あれをする感じの放置するふりね。残念、キー戦は無理ですよ。ガチで逃げてったし。ちょっとガチで逃げ、あ、戻ってきた。
あの人さ、絶対漁夫狙ってるでしょ。もう戦う気万端みたいな感じだけど、こいつでなるべく HP 減らしたくない。出しちゃったと思ったらやっぱり漁夫来るよね。あいつやっぱそういう系男子だよね。知ってる、見とけよお前、このデッドエンドフラグを俺は振り切ってみせる。ほっ、待て、外れた。オッケー、はあ、よかった。今ので負けてたらマジ恥ずかしかったし、ちょっと敵見失った時本当にびっくりしちゃったわ。オッケー、ということでまあ勝つことができました。じゃあどんどん敵勝っていこう。もうねえ、もうどんどん敵勝っていこう。あ、はい、で今回使ってるテクスチャーなんですが、まあいつもと全然違う、全然じゃないけど、まあ違うじゃないですか。まあ、これはちょっとね、いろんなお方がね、僕に対してね、作ってくれたテクスチャーで、まあ、剣もね、若干違うんですよ。若干って普通に見ればわかると思うんですけど、まあ高解像度のね、テクスチャーなんですね。これはポテトさん、ポテさんがまあね、作ってくれた、ね、伝説のね、剣なんですよ。かっこいいですよね。これめっちゃなんかかっこいいんですよ。自分好きです。はい。で、あと、まあここら辺のね、かわいい顔がついた、うん、まあこれはエウラキャットっていう方がね、作ってくれたテクスチャーなんですが、まあ顔がついたパンとか、リンゴとか、お肉とかの、まあテクスチャーをね、まあリンクデューディーさんのテクスチャーに強制的に入れた、まあそんなテクスチャーですね。よし、じゃあこれで勝っときたい、これで勝ちたい。もうね、ちょっとさすがに飽きてきたんだよね、取り直しに。この後ね、友達とそのタッグをやろうっていうね、お話になってて、それを破棄してか、まあ、さっきはね、博多ラーメンってとこ行ってたんで、まあ、それを言うわけに、まあ、まだ帰ってないっていうことにして、まあ、いるんですけど、ね。はい。まあ、ほんと夏ですね、今。暑いですね、ほんと。夏、嫌です、自分。ギター触ってもベタベタするし、部活終わった後ベタベタするし、朝起きた時ベタベタするし、ね、ほんとベタベタしなければいいんですけどね。やっぱね、暑さよりベタベタが自分夏は嫌いですね。暑いのは別にいいんですよ。なんかね、いい感じじゃないですか。わかんないか。いい感じなんですよ、まあ、自分にとっては。はい。で、犬犬テストとのぞみって人は、日本人だからチームかな？こうやってね、日本人をね、すぐチームだと思っちゃうくせね。これ一応外国のゲームなんで、外国のサーバーのゲームなんで、まあ、日本人いたらチームだと勝手に思っちゃうんですよね。はいはい。おっと、あっちの方で雷が鳴った。では行ってみましょう、レッツゴー。いやー、ほんとね、今日のラーメンは胸に来たっていうか、口の中がドロドロするんですよね、博多ラーメン。あ、こっちの方で雷するのは確かなんだけど、敵がやばくね、めっちゃ死んでるし、これ多分漁夫乗りの試合が行われてますね、多分。あ、いた、今見てよ、俺は見つけたよ。あれ、いなかった。あ、いた、あんなところにコアッパがいたぞ、コアッパ。あいつ死ぬだろ、あんな地下まで潜っちゃったら死ぬやつやん。じゃあ僕がね、あの子をぶち殺したいと思います。やろう、なぜこの子乗させないよ。やば、ほっ、くっそ逃げられた。なんてやつだあいつ。逃げるんじゃないよ。僕の目にはまだ君は見えている。そう、ネームアイコンが君にはまだ見え、あ、やべ、ボート取られたんだ。しまった。待ってくれ。ちょっと俺のミスじゃん、完璧今の。やば、マジか、もったいないな今のは。絶対殺せた、こいつだっけ。うん、こいつだよね。くっそ、自分のミスだな今のは。やりよった、やっちまったぜ、ほんとマジか。まあいいでしょう、デスマッチで必ず倒したいと思います。ふぅ、くっそー。はい、皆さん、もうそろ夏休みですけど、予定はありますか？僕はね、特にないので、
まあ、一日中こうなること、あ、一日中ねゲームやる可能性もあるです、あるかもしれないです。まあ一回旅行、家族旅行があるんですけどね。はい、チャポン、まあ、プールとかねちょっとね行きたいんですけどね、行きたいんですけどはい、めんどくさいんですよね。あ、でも行けるかな、とりあえず多分ですけどね、ナーシマスパーランドね、友達と行くんで、それぐらいですかね。予定といえば家族旅行と那覇島に行くかもしれないって感じですね。オッケー、じゃあ敵探しに行くんですけど、はい、ほんとね、朝 MCSC やるとほんといい練習になるんで、まあコスパっていうか勝率気にしない方はぜひね朝の MCSC やってみてください。朝はほんとに敵が強いです。今日自分のぶたくんと、まあ一人じゃね朝は基本勝てないんで、まあ、勝てる時もあるんですけど、まあやってたんですけど、なんとね、のぶたくんと僕、まあ装備は結構良かった方なんですけど、まあ普通だったんですけど、それで戦って、まあね、1200回優勝のね、一人の人にね、もうフルボッコにされました。本当、まだ自分たちでも勝てない敵がいるんだ、的な感じでしたね。はい、本当、敵のクオリティが高いですね。はい。で話してたら、20分か。今何分、あ、いたよ、あっこに敵。待って、こいつさ、あ、ちげえわ。こいつ俺のこと気づいてるよな。絶対気づいてる。うぜえ。落ちろ、お前。落ちろ、お前。さあ、これどう振り向いてくるパーティーんだよ。あ、待って、チームか。あ、チームのパターンか。お、じゃあ俺がこの子とチーム組んであげよう。やったチームチームかわいいなお前。攻撃しないよ、攻撃しないって、え攻撃しちゃダメだよ君ね、ダメだからね、攻撃しないで。僕はあなたを殺す勇気はありません。あ、ちょっとそれはお前怒ったから、俺怒ったから、お前なんだシフト、お前怒ったぜ、激おこぷんぷん丸へ。まあね、僕を裏切るとこうなります。皆さんも要注意してください本当は自分今裏切ろうとしてたんですけどねじゃああと1人倒せばデスマッチ、頑張ります。 P なんちゃらってツルだったんで2つ見ときます。14回優勝、まあまあですね。ラ、この人はまあ、うん、お、これいけるかも。ラって人発見、攻撃当たらないよ君、当たってないよ。あ、 OK、 GG、 うぃー、なんとかジェストリフィルまでにね、たたきのめすことができましたオッケー、ではね、デスマッチ頑張りたいと思います。よし、これで終われたら最高。つってもプレイん、あ、1対1、おーマジか1対1か、俺1対1嫌いなんだよね、なんか無駄なプレッシャーかかるから本当にこれ嫌いなんだよね、1対1。まあ多分ね、こうピンなのはちょっと怖いけど、多分勝てると思います。頑張ります。まあ、このね、うさぎちゃんパワーにかけて、ほんと、頑張ります。ちなみに自分優勝回数、まあ、初めの方で2つしてるんで分かると思うんですけど、916回なんですね。まあ、あんまやってなかったのに優勝回数だけ伸びてるっていう。いや、結構やってたかな。まあね、最近サノアタックとアニメをほんとずっと見てたんでね。ずーっと見てたんで、はい。こうしとこう。で、この顔文字ね、やばい、このウィザースケルトンさん強いわみたいな感じで思わせて、金リンゴを食べて、ま、食べるタイミングは間違えた、そしたぜ。引き戦はダメだよ、このマップで引き戦するやつガチで嫌い。あ、パン食べた。このマップで引き戦するとガチで強いからさ、勝ちたい。 OK、 勝てる。 OK、 GG、 ふぅ、火打ちに余った時はガチで死ぬかと思った。オッケー、ってことで今回優勝することができました。うさぎちゃんパーカーかわいい。
後ろから見たら可愛いけど前から見るとドーンあーって感じですね。はい、ってことで、まあ、今回無事優勝することができました。はい、まあ、今後もね、ちょっと本当動画投稿遅れたのは本当申し訳ないんですけど、はい、今後とも動画を出していくので、まあ、高評価コメントチャンネル登録お待ちしております。まあね、本当チャンネル登録1000人ありがとうございます。はい、それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。